年長が17歳かな。でも、27歳、また13歳、そもそもフィジカルが違ったんですよ。で将来、このジャパンサッカーキャリアで起業したら何したいなとか、死ぬまでにはこういう人生でやりたいなっていう人っていますか？